全国知事会の新型コロナ対策に関する会議が緊急事態宣言の解除後初めて開かれ、平井会長は自民党の岸田新総裁に対し実効性のある対策を打ち出すよう求めました。ぜひとも現場主義でこうした都道府県の声を受け止めていただき、地方の声、医療現場の声を受け止めていただき、我々の願いに即しながら効果のある実効性のある対策を新型コロナで打ち出していく、また経済社会の回復に向けて推進をしていく、これを切にお願いを申し上げたい。平井会長はワクチン接種が進んだ11月以降どのように行動制限を緩和できるか考えなければならないタイミングだという認識を示しました。その上で政府と地方側が協力して具体策を練るための会議の場を早急に作るよう求めました。